毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。日本政府が隣国政府に福島県産の食材に否定的なイメージを植え付けないでほしいと要請したところ、隣国から言いがかりだと意味不明な反応が返ってきました。ニュースの詳細。東京オリンピックに出場した隣国選手団に弁当を提供する給食支援センターに関連し、日本政府が福島県産の食材に対して否定的なイメージを植え付けているという理由で、隣国政府に対応を要請したと日本メディアが2日報道した。この日の報道によると、日本政府は先月下旬に隣国外交部に隣国選手団のための給食センターが風評被害を助長しているとして適切な対応を求めた。風評被害は根拠のない噂のために生まれる被害を意味する。日本側は体幹体育会が東京五輪選手村付近のホテルに開設した給食支援センターが徳島県産の食材を避ける目的で運営されていると判断したとみられる。日本政府は徳島産の食材は安全が確保されているとしながら、誤解を招く行動の改善を選手団に促すよう隣国側に要求した。これに先立ち、隣国文化体育観光部のファン市長官は先月24日2020東京五輪メインプレスセンターを訪れた当時、大韓民国の選手団に弁当を提供する給食センターに関連して選手団に徳島県産の食材を食べるなと指示したことはないと明らかにした。またファン長官は給食センターは五輪になれば毎回運営しているとし、選手たちのコンディションと食べ慣れた食事のためであり、希望する選手だけに弁当を支給していると説明した。隣国選手は給食支援センターの弁当だけで食事をしているわけではない。選手個人やチームが希望して申請した場合に限って弁当を作り、そうではない場合は東京五輪組織委員会が用意した選手村食堂を利用するとのことです。あかん。隣国は福島食材の放射能が心配と科学的な検査結果を無視して世界中にデマを拡散させました。オーストラリア選手団の医師が検査結果を受けて全く問題ないとコメントしたのと大違いです。隣国は日本が言うことに対して脊椎反射するので内容を理解しようとしません。日本政府は隣国外交部に隣国選手団のための給食センターが風評被害を助長しているとして適切な対応を求めただけです。日本政府は食品の放射線量を空間線量計で測ったりするパフォーマンスや放射能フリー弁当などと福島を揶揄する表現をやめろと要求したのかなって思います。隣国が連日試合で結果を出せていないのは反日運動に精を出しているからなんじゃないかな。要するに反日を頑張りすぎて試合に集中できていないってことです。隣国がオリンピックで毎回自国選手に食事を提供していることは知っているし、今回もその流れの中にあることは理解できます。しかしワンクや隣国各マスコミが福島の食材を問題とし、選手が食べないように給食センターを設置するという記事を流し続け、福島への風評被害を生んでいることは間違いありません。ほんで隣国政府も隣国オリンピック委員会もそのことを十分知っているはずなのに、選手に福島産食材を取るなと言っていないなどという、選手村の食事内容が各国からの評価が高いことや、隣国選手自身もその内容に対して高評価をインスタで発信するようになってしまったので、自分は関係ないと言いたいのかなって思います。これだけ問題を起こしているのに謝罪することなく、選手の中には選手村で食事をしている人もいます。風評被害を拡散しているのにお腹が空いたら近くにある選手村の食堂を利用する、こんなことが許されていいはずがありません。選手たちの健康を心配している隣国政府と隣国オリンピック委員会は弁当を作っているホテルを隣国人選手の宿舎にして、食事は全て自前で提供するなど福島県産の食材を食べないように徹底してほしいです。今回はいつもの隣国の嫌がらせと軽く流してはいけません。五輪憲章も守る気がないので IOC が定めたルールを軽んじています。日本政府は IOC に厳重抗議して隣国の厳しい処分を要求してほしいですね。
こちらは隣国の反応です。我々にだけ文句を言うのはやめてください。米国には何も言えないのか。あなたたちは衛生環境が信じられないとピョンチャンオリンピックの時に散々批判しておいて、今更何を言ってるんだ。あなたたちのせいで食材のイメージが悪くなったとは考えないのか。アメリカには黙っているが、隣国にだけは難癖をつけるみたいですね。ファクトは、日本人さえ福島さんを避けるのに記事を出すときは心を一つにして隣国の悪口を言うこと。日本には正しくないことでも多数が正しいといえば、そこで違うと言えない文化があります。本音は違っても外では表現できないというひどい文化です。ファクトは、オリンピック初日から隣国選手団全員が選手村の食堂で食事をしていた。表では福島を先導して、裏では食堂で美味しく食べていた。隣国の記者たちは恥ずかしくて写真や記事を書けずに選手たちを擁護するのに忙しい。今日も選手村の食堂で隣国野球選手団が団体で食事をしているはずだ。悪いものは悪い。ただそれだけです。福島の食材を隣国が食べることを拒否してイメージが悪くなったのか、それとも放射能が流出して汚染された土地で育った農産物を収穫し食材にしてオリンピック選手団に食べさせる日本の非良心的な態度が悪いのか、どっちに問題があるかは誰が見ても明らかです。人の健康をそっちのけにして汚染された地で育った食材を人に食べさせるという非常識的な発想には驚きました。結局これが目的だったのか。責任の所在を隣国にしろということか。ピョンチャンの時、あなたたちもご飯を自分たちで持ってきて食べていた。文句を言われるだけで腹立たしい。ピョンチャンオリンピックの時は弁当を作って持ってきていたが、あの時我々は何も言わなかった。根拠がなければ風評被害というが、我々には根拠があるので該当しません。最初から放射能が爆発したところで農業をして肉を取ったりするのを放っておくのがおかしいんだ。そんなに福島さんが好きなら自分たちだけで食べればいいじゃん。他人が何を食べようと勝手です。どうして干渉するのですか。給食のせいで福島の食材のイメージが悪くなったのではなく、悪くなった福島食材のせいで自家給食をする羽目になってしまった。政府レベルでとんでもない言いがかりをつけるのを見ると国のレベルがバレてしまうよ。隣国選手団の給食は毎回新鮮な食べ物を準備しています。以上が国民の反応です。福島県産の食材に対して否定的なイメージを植え付けないでほしいという日本政府からの要請を政府への言いがかりと主張するなど話になりません。やはりこんな国とは関わらないのが一番ですね。最後まで見てくれてありがとうございます。